はい、本日も始まりましたコレパ放送局。今回はコンビニのローソンで一番くじ劇場版美少女戦士セーラームーンエターナルのエターナルセーラーガーディアンズ、こちらの一番くじが登場するということでね、実施期間が2022年6月11日土曜日より順次発売予定で、商品がなくなり次第終了というふうになっております。店舗により発売日販売開始時間が異なる場合がございますと、あらかじめご了承くださいというふうになっております。でメーカー希望小売価格が1回680円の税込みになっております。で今回の一番くじ劇場版美少女戦士セーラームーンエターナルセーラーガーディアンズなんですけど、取扱店が先ほど言ったローソンとセーラームーンストア、一番くじオンラインなどっていうふうになってて、セーラームーンストアってで、ダブルチャンスキャンペーンの終了日は販売日から2022年の9月末日っていう風になっております。書店とかには置かれないな感じなんですね。今回ね、取扱店がちょっと少なめな感じですね。ローソンとセーラームーンストア、一番くじオンラインなどっていう風になっておりますね。今回の一番くじはエターナルセーラー戦士10人を豪華に書き下ろしした A 賞エターナルセーラームーン&エターナルセーラーチビムーンのフィギュアとかね、2人がセットになった豪華仕様っていうことらしいです。で一番くじでは初立体化っていうことらしいですね。 C 賞はエターナルティアルアクセサリースタンドということで、すごく言いにくいね、カタカナばっかってね。豪華なパール仕様を施してる、お気に入りのアクセサリーを飾って楽しむことはもちろん、お家に飾っているとまるで作品の世界に入り込んだような気分を味わえるかもみたいなね。はい、そんな感じでね、ちょっと商品としてはね、結構ありじゃないかなと思ってるんですけど、まあ、30周年っていうね、セーラームーンの記念っていうのもありますけどね。で今回の商品は結構面白い感じはします。まあ、普通にブランケット、 B 社のブランケットがね、ちょっと一番欲しい感じはするんですけど、でも早速ね、商品の方をお伝えしていこうかなと思います。 A 社エターナルセーラームーン&エターナルセーラーチビムーンのフィギュア、エターナル戦士となった2人がセットになった豪華仕様で、エターナルセーラームーン、エターナルセーラーチビムーンの2人は一番くじの初立体化っていうことでね、全1種類、サイズは約14センチ。 B 賞がエターナルブランケット、エターナルセーラー戦士12の書き下ろしのイラストを十分に楽しめるブランケットで、膝掛けやちょっとしたお昼寝に使える優れものですというふうになってます。全1種類でサイズが約90センチ。僕はね、アミちゃん推しで、昔からアミちゃんが好きだったんですけど、アミちゃんだけのブランケットがぜひ欲しいとこですよね。一番人気でしたっけね、アミちゃんって。はい、C 賞、エターナルティアルアクセサリースタンド。豪華なパール塗装を施したエターナルティアル型のアクセサリースタンドで、お気に入りのアクセサリーを飾って楽しむのはもちろんのこと、お家に飾っているとまるで作品の世界に入り込んだような気分を味わえるかもということでね、全1種類、サイズが約20センチ、結構大きめですね、30、20ってことね。はい、続いてが D 賞ティーカップ&ソーサー。ソーサーだったらね、魔術師なんですけどね。はい、そんな話はどうでもいいですね。はい、ティーカップとソーサーがセットになったアイテムです。普段使いもしやすい大人かわいいデザインと、ピンクはセーラー5戦士とスーパーセーラーチビムーンの変身アイテムや守護星マーク、ブルーは外部太陽系4戦士の守護星マークのデザインってなっておりますと。全2種類でサイズが約14センチ。これはね、絶対両方揃えたいとこだよね。はい、E 賞アクリルスタンド。エターナルセーラー戦士10人の書き下ろしイラストを使用したアクリルスタンドで、スタンドグラス風のデザインになっておりますと。何が入っているか開けてからのお楽しみということは、これはクローズドパッケージですね。はい、ぜひ10種ともコレクションしてみてくださいというふうになっております。はい、全10種類でサイズが約9センチ。で先ほどお伝えした通り、クローズドパッケージ、欲しいのは手に入るかどうなのかって感じですね。はい、続いてが F 賞スタンドグラス風メタルチャーム。スタンドグラスって結構綺麗だよね。結構じゃないか。はい、セーラー戦士12の横顔をデザインしたスタンドグラス風のメタルチャーム。カバンやお気に入りの持ち物につけてお楽しみくださいと。お好きなキャラクターを選びいただけますので、ぜひ10種ともコンプレクションしてみてくださいということで、全10種類でサイズが約6センチ。こっちが僕的にはクローズドだったんじゃないかなと思うんだけど。はい、続いてが
辞書クリアファイルセット、クリアファイルはエターナルセーラー戦士10人の書き下ろしイラストを使用したデザインと10人のセーラー戦士姿をスタイルブック風にアレンジしたデザインの2種セットになっております。10種類の中からお好きなデザインをお選びいただけますので、ぜひコレクションしてみてくださいということで、全10種類サイズが A4 の2枚セットということでね、好きなキャラクターのやつが選べるのはちょっとありがたいですね。やっぱりね、これね、ちょっとね、マジ可愛いっていうか、なんだろう、かっこ可愛いって感じかな、はい、当時思い出したね、初期のねセーラームーン思い出しちゃいますね。はい、続いてがラストワン賞ですね。エターナルセーラームーン&エターナルセーラーチビムーンのフィギュアスペシャルカラーということでね、 A 賞のフィギュアにパール感のある彩色を施したラストワン賞限定のカラーのフィギュアということでね、ぜひ A 賞と揃えて違った魅力のカラーリングをお楽しみくださいということでね、いやなんか色的にはもうこの時点でなんとなくね、あなんか光ってるって感じがするよね。サイズが約14センチ、最後の1個を引くと手に入る、くじの残り数は店舗にてご確認くださいというふうになっています。ダブルチャンスキャンペーンはエターナルセーラームーン&エターナルセーラーチビムーンのフィギュアになっております。エターナルセーラー戦士となった2人はセットになった豪華仕様で、エターナルセーラームーンとエターナルセーラーチビムーンの2人は一番くじでの初立体化ということでね、A 賞と同じものになります。当選数は30個。全1種でサイズが約14センチ。先ほども言った通り A 賞のフィギュアと同一の商品になりますんでね、期間は延長される場合があり、キャンペーンナンバーが同梱されている商品に関しては使用期限が終了している場合がありますということで、そちらの方ご注意ください。でダブルチャンスキャンペーンの期間に関しては販売日から、2022年の9月末日っていうことになっております。はい、今回は一番くじですね、劇場版美少女戦士セーラームーンエターナルエターナルセーラーガーディアンズのこちらの一番くじの情報をお伝えしてきました。実施期間が2022年6月11日の土曜日より順次発売予定で、商品がなくなり次第終了、メーカー希望小売価格は1回の680円の税込みということでね、僕はねちょっと B 賞が欲しいとこですよね、ブランケット。ただ使うかどうかってもう結構ブランケットあるんでね、はい、なんでちょっとね B 賞だけ狙い撃ちすることはかなり厳しそうなので、ちょっと今回は控えてちょっととタイミング見てやるかやらないかを考えていこうかなと思います。今回の取扱店がローソンとセーラームーンストア、一番くじオンラインなどっていう風になってますんで、一番くじ引ける場所がね少ないのでね、そちらの方はご注意くださいということになっております。はい、そんな感じでね終わりたいと思います。バイバイ。